中京競馬場第9競走は岡崎局です。芝 1400m 混合戦、4歳上2勝クラスのメンバーによりますハンデキャップ競走です。トップハンデ 57kg ウィンバグー、最軽量は 51kg 5番マルクパージです。その差は 6kg。 スタート地点はちょうど2コーナー付近にありますポケット。 1400m スタート地点、ポケットに少し入ったところ、スタートしてすぐに周回コースへと入ります。11番ウルトラソニックが最後にゲートに収まります。全馬ゲートインが終わって係が離れます。スタートしました。ボード揃っています。さあ先行争いが外目からシステムリブート今日は行きます。2番手の位置内からビーナスロールです。もう1日前か競り合う形、3番と3番のリブエルの割れだと言いそうです。4番手、1、ゼッケン4番をつけました。サトノ・グレイト、それから11番のウルトラソニック、その後方から2番のミス・横浜が追走しております。あとは1馬身後方ですが、ゼッケン7番をつけましたウィン・バウンスが追走して、さらにその後方からはマルク・パウチが追走して、後方から3頭目トミスト・バダイを競った8番のエール・レブリー、そしてその後方2頭ですが、内はゼッケン6番をつけましたキモン・ディッキー、そしてその外にいるのが10番のメジェサという体制です。先頭は3、4コーナーの中間地点へとかかります。1番のビーナスロールが先頭です。リードは4分の3馬身です。2番手には9番のシステムリブートがつけています。そして3番手の位置、外から半分か11番のウルトラソニックが接近、内から3番のリミエルノール、間4番のサトングレイト、外から接近7番のウィンバグーズ、さあ第4コーナーから直線残り4分を通過して、それから坂を駆け上がる、今度は9番のシステムリブートが1番のウルトラソニックが4番目、さあ佐藤が4番に戻している、そしてその後の10番ですがリミエルノール、サトングレイト、外からウィンバグーズ、大きく押し出してウィンバグーズ、大きく押し出してウィンバグーズ、大きく押し出してウィンバグーズ、この両馬で2番手、3番手を争っております。直線、坂を上り切ってからの攻防を食い切れてから受けたのは3番、リミエル・ノワル、吉田隼人、千代さんでありました、ロードカナガの3手です。2番手、3番手、外から伸びてきたウィンバグース、10番のベジェサ、この両馬で争っています。中京競馬、第9競争勝ちタイムは1分20秒6です。上がり 800m は47秒0、600m は35秒3でした。追い比べから抜けた3番リミエルノワル、最後外からよく差を詰めてまいりましたウィンバグース・ベジェサ、この両馬の前撃を振り切っております。さあこの2番手3番手、これは接戦です。そしてその後4番手に4番サトノ・グレイトが入っております。到達順は1着3番リミエルノワル、勝利ジョッキー吉田隼人、2着3着は写真です。4着4番サトープレイト、5着8番エールデブリー、カチューマ確定のご案内がありますまで、お友達とカチューマの条件お捨てにならないようにお待ちください。